こんにちは、ちちちです。それでは今回はアセロラの試練でアニメのサトシが見れるということなんで、早速チェックしに行きたいなと思います。ポッチ、いよいよだよ。ではどんな試練か説明しちゃいます。跡地にはゴーストタイプのポケモンがたくさんいるんだ。アセロラの試練はね、ここの主ポケモンをポケファインダーで撮影することです。主ポケモンは隠れるのといたずらが好きなポケモンなの。他のゴーストタイプのポケモンの写真を撮っていれば、自分もって出てくるよ、きっと。だからおかしなことが起きたらあたりを調べてみて。きっとゴーストタイプのポケモンがいるはずだから撮影だよ。ポケファインダー借りるね。ロトムもゴーストタイプのポケモンだもんね。ここをこうしてっと。試練の撮影モードを使えるようにしたよ。跡地にいる間は専用モードだからよろしくね。跡地に入ればアセロラの試練はじめだからね。ポケモンも捕まえられないし、リタイアしないと出られないから、バッチリ準備しないとね。では早速挑戦したいと思います。試練開始。いやー、おどろおどろしいなー。ベルトコンベヤーがなぜだか動き出した。怪しい。ポケファインダー起動します。お、ゴースがいた。いやー、捕まえたいなー。ポケットモンスターの好きなポケモンナンバー3ぐらいがゴースなんですよね。紫色のポケモンが好きなんだよな。ヘイー、オッケー。レベル40、結構上がったな。ピカチュウがいる。こっちにサトシがいるのか。ショッピングカードが一人でに動き出した。ポケファインダーを起動しました。あ、ゴーストがいた。後ろ向きに撮影しちゃったけど大丈夫だったみたい。野生のゴーストが飛び出してきた。御三家ガオガエン選択はかなり良かったかもしれない。結構厳しい魔王の試練にサクッといけたし、パクタイプだとね、ゴーストタイプにもかなり通るからいいですよね。ピカチュウ追いかけよう。あ、今声聞こえませんでした？ミミッキュっつって。あ、ぬいぐるみが勝手に動き出した。勝手に動いてる。ここはスーパー格安の跡地ですもんね。ミルタンク、モーモーミルクの宣伝とかあるな。ゲンガーどこ行った？どこ行ったんだろう。いなくなっちゃった。ゲンガー、いた。気づかれてしまった。いやー、ゲンガーかわいい。ガオガエン、ゲンガー好き多いですよね。結構好きなポケモン一番はゲンガーっていう人結構多いイメージがあります。はい、ちなみに私が一番好きなのはメタモンです。
あとギルガルドとカプテテフが好き。君誰？私ぼっちです。そんなのどうだっていいよ。じゃあなんで聞いた？試練は終わり。早くここから出て行ってよ。まだ終わってないよ。この奥は危険。試練なんてやめて出て行きなよ。試練を続けます。出て行けって。出てかない。出て行け。やだ。出て行け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 。写真撮っちゃおっか。バシャン。消えた。何もしていないのにドアの鍵が開いた。ここね、二度と入れなくなるところみたいなんですけど、ここにアニメのサトシがいる。そうです。ちょっと見てみましょう。ピカチュウに囲まれた女の子。ピカチュウ、ピカチュウの尻尾ありました。これです。これアニメのサトシの肩にピカチュウが乗ってます。いや、ピカチュウだらけだな、ポスター。ピカチュウ、ピカチュウ。三分でもね、アニメのサトシのポスターあったんですけど、ウルトラ三分でも無事発見することができました。よかった。もう二度と見れないからね、ここのポスター。今のうち眺めとこう。ということで、いったー、ミミッキュー絶対ゲットしたい。見た？今は試練中なんでゲットはできませんが、試練が終わったらゲットしに行きたいと思います。主のミミッキューどこへ。頼むよ。ミミッキーはゴーストフェアリータイプだから。あ、しまった、化けの皮。まあいいやしょうがないしょうがない。そうなんです、特製化けの皮があるんで、一番最初の技は効かないんですよね。やっちゃった。ハイパーダーククラッシャー、散々レートで使ったのにな。色違いのミミキューはぁ、やってしまった。仲間呼んだ。今作まだレートのルール、シーズン1のレートルールチェックしてないんですよね。やっぱアローラ地方のしか使えないのかな、シーズン1は。とりあえず連動入りしたら、サンムーンから連れてきて。レートもしたいなと思ってます。サンムーンで使ってるので通じるかどうかですよね。あ、ちっちっち、ごめんよ、顔変え。じゃあレアコイルでいきます。ラスカラスカよっ、よいしょ、オッケー。サドクロ、うん、減るねー。あー、あと1回。うわー、これミミッキュの攻撃耐えれなくなっちゃったな。しょうがない、なんかワンチャン狙おう。じゃれつく外すかもしれないですね。あ、シャドクロするかこれは無理だわ。レアコイルさっきから呪いはうまく決まらない。じゃあ、じゃあルガルガンで。いや、グソクムシでいきます。グソクムシャン、追い打ち。
よし、不意打ち。間違えた。耳キュン。オッケー。不意打ち決まってよかった。ツルンツン。じゃあ。あーダメか。あー鬼火鬼火はダメだよ。攻撃力半減はダメだよ。はい、ってって帰るか。で、誰が黄昏の姿。よいしょ。いってって今作ちゃんと配信ポケモン旅で使ってます。はい、配信ポケモン強いっすよね。オッケー。スマスキャンもゼニガメも使ってるし、無地のミミキュとの勝負に勝った。ミミキュはどこかに姿を消した。ポケファインダーに写真が1枚増えている。写真にはぼんやりミミッキュが写ってる。無事アニメのサトシも見れたし、主も倒せました。おかえりぼっち、早速写真確認ね。どれどれ。うん、ミミッキュだ。あの子うまく撮影するの難しいのにすごい。ではやったわ。ゴーストの Z パワーを使うならこんなポーズを決めちゃってね。うよ、アセロラの試練を達成したぼっちならポケモンを捕まえても OK です。はい、どうぞ。お、ダークボール10個ありがとう。ゴーストタイプのポケモンが仲間にいるといいよ。そうだね、早速ミミッキュ捕まえに行きたい。え、中にアセロラがいて奥の部屋があったって。もうぼっちっては私を驚かせようとして。でもバレバレだって、アセロラはここにいたし、跡地の奥に部屋はないもの。そう、もう二度と入れないのです。あれ、なんだか冷えてきた。ってそんなわけないか。お、後ろにミミッキュがいた。はい、ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございました。またねー、バイバーイ。